で皆さんこんにちは。今日も元気よくやっていきたいと思います。新岡です。よろしくお願いします。俺めちゃめちゃ疲れてる。もうハーハー言ってるでしょ。カメラ持ってる人も疲れてるから大丈夫です。これ太る前の玉回しの運動量がすごいのよ今日特に。今日はあれですね、僕たちもよく知るゲストが来てます。トーク10分とかじゃ足んないかも今日のゲストです。長野県の松本山雅 FC、うん、田中ハイマです。よっしゃー。え、どういう知り合い。まず、まあ、昔からの友達ですよ。同じチームでやったことあります。神奈川国体。国体。なるほどね、はい、国体で一緒になるわけか。もうサッカー界では、まあ、僕たちの年代だったら特にずっと各世代の代表も入ってましたから、うん、ここもあるからね。ね、ここはここもあるからね。ここ、まあ、ジュニアユース、ユースと横浜フリゲルスっていうところでやってたんですけど、うん、はい、そこで大先輩。いや、一個先輩だけどねまずね、そんなことね、俺が今言っても信じてもらえないのよ。本当に言ってって、俺がちゃんとサッカーやってたんだよって。だからハユマが長野から来るじゃん。その時の田舎門状態のハユマをもう見てるから。なんなら一番最初にハユマがフリューレスゲームやった時、俺練習中一緒に出てるから、なんか上手いやついるなみたいな。絶対覚えてないのよ。覚えてないのよ。ほら、車の中だってもっと盛り上がってたじゃん、覚えてる話するとさ。だからうちのお母さんとかもうハユマの記憶とか結構あって、あのよく言われるもん。ハユマとかテレビとか出てると、ハユマくんは可愛かったよねって方言みたいなたまに出てたじゃん。ヒデなんだけど、ヒデのことはちゃんとベッチって呼ぶんだねっつってずっとベッチって呼ばれてたからね。そうだ、今でもベッチだもん。俺ちょっとね、マジでトーク足んない。本当に10分だ足りない。まずハイマの紹介を。いらなくない？いらない。アンダーいくつから入った？アンダーいくつだろ。15ぐらい、うん、15 16、うん、17、うん、18 19 19、うん、でそっからオリンピックで、マリノス入って、うん、J リーグ優勝で、名古屋行って、うん、さらに優勝、うん、でそっから今山形で、今すごい。 J1 も J2 も経験して、すごい。俺と同い年だから38までプロ20年目ぐらいですか、うん、まだ終わってないけどこれ友達じゃなかったらいいや俺でも高校の時ね、同じ監督なんだけど、すげえ厳しい監督だったんだけど、結構フリューゲルスのユースだとレベル高かったよね。高い高い、相当高い。すごい高かったんだけど、当時のね、高校年代ではトップレベルの、うん、お前らの中でもこのチームの中で本当にスーパースターになる選手が一人いるかいないかだって言われて、ある日テレビつけたジャンクスポーツでハユマが喋ってて、あ、ハユマだったんだ俺テレビ見ながら言ったもん。テレビに言った、ハユマだったんだって言ったもん。俺目線から見たハユマはもう全裏のハユマだから本当に思ってから、うん、思ってから、本当裏中ハユマを知ってるから俺は本当に。高校で俺ら一緒になるんだけど、うもうね、監督がね、髪長くとかね、もう厳しいのよ、うん、もうすぐ切れっつって、うん、なんなら高校来たもんね、来んの。そう、高校にもうね、突然来るからね。あれやばいよ。クラブチームの監督が自分たちの選手の高校にいきなり行って、結構怒られたその時。でも俺はやっぱり要領よくやってたから、うん、違うから、ベッチとは要領よくやんの。ベッチと違うから、ね、いいんですよ。その時にすでにあの定額2回になってたからくっそ怒られた俺は怒られる要素なしです、こっちは。定額の理由だけ聞きたいわPHS が見つかったくだらねえ。俺は見つかんなかったな。いや、ハイマはしっかりやってたもん。本当に要領よくて、でも髪長いとかもう本当にダメだったの。でも俺はもうパーマかけたくてやって、もちろんその監督からよく思われないわけよ、うん、お前らあの明日までに切ってくるかこのチームやめるかどっちかにしろみたいな、うん、ハユマとか超上手にやってて、ギリギリだよね、いつもギリギリのラインだ。俺らからしたら、いやこれアウトだろみたいな。なんで言わなかったの。言えないよ、だって可愛いんだもん。だもうハユマはみんなから愛されるから、うん、もうね、俺ダメだ、これ10分じゃ止まんないよ本当に見てる？ショーゴボスチャンネル見てんの本当に。見てるよ。だってよくサイドバックが来たら、うん、サイドバックが一番見栄えのない1対1するとか言ってたもん。言ってた。一番サイドバックはなんか面白くない1対1するよ、うん、あ、言ったわ俺たそれ見てちょっと。いや、どうしようかな。いや、言ったわつまんない1対1。じゃあつまんない、見応えのないみたいな。ちょっと待って、俺ちょっとどうしようかな。派手さにかけるというかさ、でも強いんだよなみたいな、カバーしてたけど見てるんだったらやっぱハイマが勝つ可能性高いと思う。いや、でも大学の頃、うん、まあ、ハイマもうトップチーム上がったんですけど、うん、1対1とかよく冬とか、ね、オフのシーズンやってて、もう、うん、基本的にはもうボコボコ1対1ボコボコ。どっちが。いや、俺僕結構ボコされる。で、自信なくす、いつも。そうだね、いつもはさ、ショーゴにチャレンジャーみたいな感じで来るけど、もう今日はショーゴがチャレンジャーなわけだから。でも最強ディフェンス、チャレンジャーダメでしょ。 ある意味、確かにそうだ。いや、最強ディフェンダーなんて言ってるけど、最強ディフェンダーなんかじゃないのよ。だから今日はショーゴがチャレンジャーだよ。もうハイマの持ち味っていうのはもう
体力お化け、よくわかるでしょ。俺はね、もう本当体力お化けっていうイメージ、うん、試合中も疲れてない状態に1対1なんてもう最初の5分ぐらいしかないから、まあ確かにね、うん、行って帰って行って帰ってきてからのハイマの強さは半端じゃない、うん、回数重ねれば重ねるほどハイマがずっと勝っちゃうみたいな状態になるから、そう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 、これ右サイドと左サイドどっちがいい、どこでもいいよ別に任せる、ハイマはどっちがいいの、どっちでもいい別にどこでもいい、くっそ舐められてんじゃん、くっそ舐められてんじゃん、ね、なんだよ今までそう言われたことないよ、右がいいです左がいいです、どこでも真ん中がいいです、どこでもいいっすよ、なんだよそれ、ね、僕こっちの方が得意ってみんな言ってくれるよね、どこでもいいっすよ、どこでもなんだよそれ、じゃあルールは、まあ、ハイマー最強のウィングバックじゃないですか、うん、だからやっぱり守ってもらって最強はお前だけだよ、お前言うのは確かに最強の次のサイドバック、最強の次のサイドバックだから攻めも守りもやってもらって、うん、俺も10本攻める、で、ハイマも10本攻める、うん、で、両方守ってもらって、しかも見てこれ初めて、もうハイマサービスよ、2面差し切らしかも今日、ドローンも飛ぶらしいだから目的はゴールを決めればいいんでしょ、抜くことじゃないんでしょ、うん、やっぱり本質をついてくるよね、まあ、勝負本質をついてくるよね、本質っていうか勝負のターゲットは何ですか、その勝ち負けのゴールの数ですよ、そうだよ、うん、だから別に抜くことが目的じゃないんだよね、そ そうだよね、ただゴールを決めるとゴールを止めればいいだけだよね、そうですよね、目的は勝負の目的だよ、あの最強ディフェンダーチャンネル上げよっか先行後攻決めとかないとダメじゃん、だって任せるよ最強に最強どうしようみたいな、ちょっとさ少しぐらいさ俺これでやりたいとか言いないなんか最強に任せるよ、調子狂うんだけど調子狂うよね、いつもこっちはさドンと構えてたからじゃんけんしてもらおう、あじゃんけんもうどっちでもいいよって言うからじゃんけんじゃんけん、じゃんけんでどっち先行が先行、じゃあ選ぶ最初はグーじゃんけんぽい、先行先行のディフェンス、先行の攻め、攻め、この攻め、おお楽しみだなこれマジで、よし行きましょうか、ちょちょ見て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 ドローンよし、じゃあやばい、翔吾さんが準備運動するの初めて見たんですけどよっしゃ行きましょうか、じゃあ10本勝負1本目、じゃあ行きます、ハイマ選手1本目、うわーこういうことか、いいんでしょ今のでいいかダメか適当話さない、なになにベッチ何、まだあるぞ、だってゴールの戦場と守るのが1対1の基本だ、喋らしとけ、おーいやじゃあ行きましょう2本目、うわボール浮かしてきた、ういよー、今ボール浮かしてきた最初喋らしとき、今夜は翔吾の味方や、ゲーよ翔吾いきます、3番目、これ紳士のボールやってない人、よっわっえぇ知ってんだよ最後さ、ベッチ分かってないでしょ、プレッシャーかけてるから、トイレ行った時にバランスを崩させてるから、わざわざ行きつけじゃあ行きましょう、3番目、はい、じゃあ行きます、4本目、4本目、はい、うわこういうことかクソ舐められてるわ
ハイマが狙ってきた。いきます。まだ半分でしょ。うん、まだ半分だから。そうですね、次5本目ですね。いきます、5本目。ショーを取んなくていいからこっち取ってみ。毎回舐めに来てるから。これがシザースです。これがシザースですとか言いに来るからさ、こっち写してた方がいいよ。了解です。じゃあ行きましょうか。いきます、5本目。スピード乗れてない。チャンス。なるほど、スピードに乗ればいいのか。6本目。知ってんだよ、シザースぐらい。6本目。うわじゃあいきます、7本目。あ、ごめんごめん。あ、強え。今ちょっと返しのパスが強かった。返しのパス強かった。もうチャリン。何だあいつ。何も話聞いてくんねえ。じゃあいきましょうか。いきます、7本目。お、強い。強いわ。抜かれた感じのさ、やつもあんまないからまだいけるよみたいな感じで言おうと思ってたけどさ、うん、1個前クソ抜かれてんじゃん、うん、まあ、とりあえずちょっとラストまでやってみる。ショーゴ頼むよ、やっつけてよ。いきます、8本目。わー、入った。ゴール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 。8本目。いやいや。9本目。うわあるよ。9本目高校。そうですね、これ9本目決めたら勝ちです。もういきましょう、9本目。いやわあ、これは面白い。じゃあ翔吾さん、ラストの攻めです。いきます、ラスト10本目。いやー、うわあれ、あれ4-3でした。あれ、さっき3-1。4-3だね。信じちゃった。4-3だね。ラスト10本目。おい、よー。ということで4-3で田中ハイマ勝利。いや、もう俺でしょ、もうハイマがさ決めた時に俺んとこ来てふざけてくんだけど。正直昔からハイマとはいろんな勝負してんの。うん、
1対1もそうだけど、うん、ボーリングでしょ、うん、桃鉄でしょ、ビリヤードでしょ、卓球でしょ、ダーツでしょ、トランプ勝てるのね、ワンチャンダーツぐらい。ダーツ勝てる、ダーツならギリ勝てる時ある。他もうマジすごいから。いやマジそれだったらさ、うん、それやろうよ。だってなんかないの、なんかそういうやつでさ、今できる、なんかトランプとかないの車の中。えトランプある。じゃあさ、うん、もう今日の勝ち負け、トランプで決めようよ。山形トランプでいい。俺もちょっとやりたいから。え、いい？いい。やろう。俺も勝負したいもん。俺正直、最後もう負けたから勝負。最後俺にドリブル勝負させてって言おうと思ってたもん。でもトランプあるならトランプの方がいいわ。めっちゃ強いよ。え、じゃあババ抜きにしようよ。ババ抜きならよ。ババ抜きにしよう。それで勝負決めよう。最強ディフェンダー。だからディフェンスじゃん。ババ抜きも、うん、こうやられた時に表情出ちゃうかとかさ。そっか、ちょっと山川トランプ持ってこよう。山川トランプって何？山川トランプって何？ね、山川トランプって何？あるよって言って。松本山川トランプがあるの？あるの？今あるの？あるの？なんで？いつも持ってるの？いつも持ってるの？持ってるの？練習してんだから。そう、そのぐらいの弱いと思ってる人、サッカーボールとか持ってるでしょ。めっちゃ強いそれと一緒。わかんないか。ボーリング勝負するじゃん。わかんない。俺180とか出すの、うん、ボーリング、うん、210とか20出すの。わかんない。わかんない。いや負けすぎないってこと、要は。いや集中力。集中力、うん、俺がストライク出した後は絶対ストライク。ちょっと山ごとランプ持ってきて、うん、で一回出して一回待ち。We'll be right back.